はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃです。今回ですね、AK47 サラトガっていうのかな、これをね、やっていきたいなと思います。さあ、多分普通のスタビレコでしょ、これって。特別に選抜された精鋭戦闘員に対して支給することを目的に密かに開発された、あ、やっぱスタビレコベースの AR なので、大幅に弾倉が増えた。普通はね、プラス2発とか1発とか、おっと、あげぷごめんなさい。普通はね、プラス2発とか、1発とかなんですけどね、4発増えてるということで、34発、相談数的にはすごい多いね。これをね、やっていってみましょう。まあでも、所詮スタビレコだからね、あんまり強くはないんだよね。ライオンとかよりは使いやすい感じではあるけど、そこまで使い、強いってわけではないんですが、まあ実際どうなのか、改めて確認しましょう。誰もかよ、マジで味方。あ、いないんだけど、敵が。あと一人いるはずだべ。いたわ。3番。そうなんですよね。はい、これ待つっていうね。いやー、ダメでした。連射力がなんか絶妙な感じですね。絶妙な連射力してるわ。なんかそのすごい速くない、速いわけでもなく遅すぎるわけでもないから、普通すごく超絶普通なんですよ、連射力が。あ、うわー、下にいる、速くんの大丈夫ですか、味方。あ、いっぱい来た、ようやくいっぱい来た。僕もうね、耐えてたから、今必死だったから。やっとですよ、皆さん来てくれました。これ強い。どこで撃っちゃったのか分かんなかった、今。さあ、真左にいるんですが、さあ、ここね、基地落として、なんとなくいるだろうなと思いましたよ。そして、色もちょっと遅いね。つか右クリックないんだね、この武器ね。この武器右クリックがないんですね。初めて知らないんだ、これ。やっぱね、攻撃力が39と低いんで、9割カットです、あの距離。これライオンだったり、まあ、AEK だったらあれで落ちてるからね、やっぱ頭。もともとの攻撃力がやっぱり低いので、イグニスみたく防御力、防御貫通能力とかが高くないと、やっぱりああいう風に落ちない。走りにしてもなんか少しレティクルの開き方が早いというか、大きく開いてしまうんで、バラけてる感じになってますよね。バラけてるかどうかはちょっと危う、なんか、まあ、バラけてるな。ちょっと引きましょうか。まあいいとこといえば、なんだろうね、何がいいところなの、まあ、タップ打ちしやすい。タップ打ちの精度はいいね。でも多分レティクルの開きが早い。でも意外とまっすぐ飛んでいるっていう、ちょっとやり見づらいね。あー、お前だ。もうちょっと削りたかった。意外とこれガリマーとかに当てられたらかなり厳しいかも。他の武器よりももっと厳しくなるかもしれないね、こういう、あの、触れ方、開き方の人だと。おー、やれんね、やれないね。まあ、特別使いづらいわけじゃないからね。まあ、ごくごく普通に扱えるっちゃ扱えるんですけどもね。ライオンよりは扱いやすい、俺的には。ライオンはちょっと難しいところがあるな。最初で。いやー、厳しい。入らないね、ダメージがね。結構頭に入ったと思ったが。多分。抜きで頭か、もしくは肩とか、そういうなんか微妙なところに入ったのかな。あれは多分いいです。
然ダメだ。違う、どっちにしろ編集入れたところ落ちないからね、あんまりいい勝負では、いい勝負の仕方ではない。ほら、こういう感じになる。よくね、止まって打つと精度が良くなる武器とかあるけど、あんまり変わりはしないかな。大きくこう、グッと上がるっていう感じはない。なんかアサルトライフルにしては割と丁寧に打たないといけないのかもしれない。使いづらいわけではないから、ただ弱い。今みたいに頭入れて、胴体入れて、もう一回頭入れた。ただフロートで運用できるから楽だね、使い楽。ほんとこれずっとフロートなんで、タップ打ちも交えるけど、でも大体フロートで運用できるのでいいですね。作戦は成功だ。さあ、それでは爆破の方で使っていきましょう。バカンボや、バカンボや、いいとこです。まあね、僕は全然好きなんでいいですよ。ハンマーブロー最近多いよね。駆け抜けるわけじゃないからな。さあ、使っていきましょう。新しいグレーとかも入れていこうか。800、600限定のグレーだけどね、投げに変わったとしても。やばい、痛いんで、非常に痛いんごね、当たるごね、投げたい、投げたい、みんなに見せたい。800、600限定、ここに合わせてしゃがみながら前に歩って、この左のこの左下のところ見て、ここが通り過ぎたあたりでリロード、最後の引き金を。そうすると白子あたりも落ちます。これいれば当たる。全くカバーしましょう。リロード中だ。中にいるのはね、確定してるんで、一なんか。抜かれるとね、ちょっと痛いんで、腹に入れると多分ギリギリ死ぬんで、ね、防弾がなくなってるんで。怖い。ちょっと待ってね、一回プロットで噛みます。さあ、そこですね、あんまり無茶したくないね。後ろ来られたら嫌なんでね。もう右クリ使えないのなんかちょっと上手くなって、全然俺はいいかな。さあ、敵レス2ルっぽいですね。あと2中、1中、敵レス1中、ちょっとアサルトがその倉庫内にいるだけであって、これ上がれるのでは、上がる。マジか、やばい。今よし、みんな焼けてしまった。まさかの必勝をもらうんで、グレーに必勝に耐えれなかったね。さあ、グレーはもうちょっと待ちましょう。あと LLLL だね。LL ですわ。また階段でやられる。これ入れた方がいいね、こちらこれ。この正義に階段で待つんだったら、ここから最後の引き金を。おわー、先に行こう。でもグレー当たってるわ。グレー当たってましたね。いいね。あと敵がいる。下に降りたね。味方がやるぞ。いや、ちょっとそれはね、無理だわ。ちょっとね、左側を優先的に頑張るからね、無理でした。さあ、なかなか前目の方に早めに来ますね、敵が。さあ、2L ですか？ 1L。1L、L サイズだね、今。まだ L サイズ。さあ、やられていく。お前か。この正義に、この辺に投げて、敵に投げてみよう。飛べ。あ、当たってると信じて進みますよ、私は。さあ、手前とかに隠れてる可能性があるんでね、ちょっと注意しながら行きましょうか。さあ、これそろそろ入れるんじゃないか。あー、いるか。ワンチャンで、ね、ワンチャンを狙っていったんですが、ダメでした。03、1ラウンドはね、欲しいよね、攻めで。そうすればね、守りでなんとかね、しのげる。1ラウンド取れれば。シュルダン、攻撃タイル1。シュルダン、全部の攻撃。いや、できますね、敵が。シュルダン、シュルダン、攻撃。さあ、味方がね、なんとかね、味方のカバーがあったけど、超絶削られた。やばいんじゃないですか。最後の引き金を。やばいですよ。でも敵がね、残り4人なんで、あ、うまいことね。うまいこと。シュルダン、前方に敵。やっていればな。死んでしまったな。では走ろう。
敵を発見した。ノーヘルなんで敵の手榴弾。地上に来て、そしてね、さっきからずっとね、倉庫の中で守ってるアサルトがいるんで、まだ最初のラウンドに残り、これね、このアサルトがね、死んだ。敵だ、行きましょう。これは走っていって大丈夫ですな。これでいったらもうどんない、俺しょうがない。押さえてくれていると、一応信じて天井入れる。やっぱいますよね。なんかそんな気がしたんだよ、俺もね。ありがとう。そんな気がしたんだよ。じゃないかなって。さあ、どこに行きましょう。まあ、赤コンぐらいで、赤コンに出るのが強いんじゃないかなと、さすがでね。この正義に。もう結果残していないので、頑張っていきましょう、守り。こちらへの。頑張って。俺死にたくないから。下に任せのクズ。ああ、これできたな。死にたくないんで頑張ってください。敵主力。あ、そのいつのショットガン強いね。それは強いよ。そのいつのショットガンは強い。手榴弾を使うぞ。ちょっと温めてるから俺。リロード中だ。いや死なねえ。めっちゃ入れたんだけど今。まあしょうがないです。威力が低いんでね、こんなもんですよ。やっぱりこんなもん、こんなもん。あと1人。さあいいね、3人。いいよ、追い上げ。こちらで、ね、1段とか出ればね、こうやって追い上げが。よしよしよし。まあそんなもんだよ。ゴールドとかね、ライオンのバースト、またはライフリーが落ちたかもしれない。手榴弾、手榴弾、投擲、手榴弾の正義、最後の引き金を。本当にもう使ってるんで、これ割とあれは好きだ。やばいじゃん、やめてくれちゃう。完全に DD が来た。僕はまだ引かずに戦うよ。僕は戦いを求めている。僕はまだ引かない。さあ強ヒンゴ、よし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 、いいところ見せてきた。味方のスナイパーやべえの今。17スコア。とんでもねえな。焦点リロード。スナイパーもスナイパーなのにダメージが非常に高いっていう。ブレとかで踏んでるのか。すげえ。平和に平和に。さあ、赤点が来たとこにブレを入れる。最後の引き金を。飛べ。敵の手榴弾。マジかもったいなかったですね。いやでも味方がねナイスカバーをしてくれたんで助かりました。おっと音が出てない。おかげで下を倒す。クイックチン上手でしたね。敵を全滅させた。ね、最後フィドンでやるというなかなか。あ、でもフィドンじゃないよ、アラクレだ。アラクレじゃないよ、アルタッチってなきゃ。アトラクチ、なんだなんていうのあれ、珍しい武器だね。そんな強くないって。手榴弾投擲。手榴弾を使うぞ。この正義。最後引き金を。荒らされたら負け。これは一級。敵だ。
しいひとときを過ごせたよ。おお、敵がいる。投入完了。さあ、なんと逆転勝利。まあ、味方のスナイパーやべえ、強かった。10の6ということでね、まあ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 、攻めちょっと歩くそうだったけどね、なんとか守りでね、浜プロ守りマップなので、なんとか取り返すことができましたよ。実質9、10の6だから、なんぼどんくらいだったんだろうね。1の4くらいだったよ。まあそんなもんか。まあなんだろうね、普通だね。別に非常に弱いわけじゃないからね。めちゃくちゃ弱いわけじゃない。その普通の度合いがなんていうの、その、今のグローザのシャークとか、ああいうなんか、まあ、まあ、やれなくはないから、っていう、そういう感じの、そういう感じのなんか印象でした。すごく、感想でした。なので、今ね、その、上位のティアに入ってるような、まあ、ウルトラとか、あとはボルト、エサリオンナだとかね、ライオンプロと、まあ、ジャガパラだったり、サイファイだったり、まあ、そういうところにはね、まだちょっと入りきれない強さだなと思います。まあ、要は、ちょっと足りない。まあ、これがね、もう少し、もしかしたらこの威力で連射力が11点何本とか、そのファマスのリメイクみたいな感じだったら強かったかもしれない。そういうわけじゃないので、あんまり強くないかなと思います。まあ攻撃力がね、それがちょっと高ければよかったなと思いますけど。まあ相談数が大きくなったからなんだっていうところではないんですけどもね。まあそんなわけで、サラトガ、まあ、スタベルコの、ダンスアップバージョンをやっていきましたが、微妙に普通でした。本当に何とも言い難いという。まあそういう武器だったんですけども、まあ今は現在金ボックスで当たるので、欲しいなと思う方がいれば、コレクションしたいなという方がいれば、ぜひ金ボックスを今回すとね当たるんで、回してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はここまでになります。次回はもう少し強い武器でやりたいなと思いつつ、多分クソ武器をやると思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。